はい、どうも、池です。今日は FF9 をやっていきます。で、今日で第3回ですね。スタートして、城を脱出して、で、ガーネットを救出する直前、準備ができて、それから向かうとこですね。はい、そこからやっていきます。前の時にも言ったけど、本当に FF9 はやり込んでないんで、全く記憶にないんですよね。本当に新鮮な気持ちでやれる、初めてやるゲームみたいな感じで。ただ一個間違いないのは、背景は多分変わってないと思うんですけど、キャラクターのグラフィックが多分細かくなって綺麗になってそうだなっていう気がなんかしますね。お？あ、FF7 の。あの曲だ。新しい敵はファング。そうだ、そういえばなんか 手に入れてる装備があるんで、そこを装備変更しよう。アイアンソードかなんかあったよね。あったね。おお、強くなる。ラバーヘルム下がっちゃうんか。ブロンズのコテ。弾用は特に何もないか。BB リスト。こんなもんか。OK、向かおう。もう送りるんだ。セーブできるっぽいけど、一応セーブしとくか。
多分回復するよね。 OK、 やっぱりテント使わんでよかった。SF9 多分グラフィックリマスターしてるとはいえ意外と綺麗だな。いや、ちょっと前に FF7 の原作の方をやってるんで、まあ、それと比べるとやっぱ綺麗だな。もうこそ食らった。目薬は万能薬しかないのか。あった、スタミナ向きやっとこう。 OK、 目薬ビリはもう別に構わんのから、ファイヤー連打して、うっそ、え、一発で死んじゃうの？それは強すぎねえか、ちょっと。レベルが低すぎたってこと？これは、もしかして。いや、ビビダメージ受けすぎでしょう。そう、お、助っ人が来た。やっぱレベル低すぎたんだな、これ。本来はもう1レベルぐらい上げとくべきだったんでしょうね、きっと。うお、死んだ、やば。本当に強さ合ってるのか、これで。しょっぱなから強すぎだ。終わった。一撃がでかいだけで体力はそんなになかったんだね。いやー、フェニックスのめっちゃ消費した。3個ぐらい多分使っちゃったよな。まさか最初のボスでこんなに使うとは。
こいつは強いのかな。あ、全然大丈夫だ。ポーションか。こいつもサンダーを使うのか。あ、よかった、8。これぐらいだったら別にいいや。ちょっとブランカー回復しとこう。そう、急いで逃げるほど強くないな。
お、モーグリ。なんか南の洞窟とかって言ったよな。これ？ここは脱出できるってのじゃ。お、新しい敵。何が起こったと思うかね。HP 入れ替え。じゃあネットも装備にとこうか。ガンガーネット、他の帽子リスト、オッケー、以上。風が通り道。
え、何？今のイベントの敵だったのか。新しい敵。ケーブインプ。レベルだけじゃなくてダメージもついてんのか。キーレベルアップ。結構エンカウント率高くねえか。こんなもんなのかな。結構痛そうだな。そうでもなかった。テント。ケーキレベルアップ。宝箱下にあるぞ。あれどっかから行けるのかな。あ、ビビが、ビビが。アイアンソードを手に入れたからかもしれんけど、スタイがやけきつえな。宝箱どうやるんだろう。基本的に攻略もなしで行こうと思ってたけど、念のため攻略も買っとこうかな。多分ブックオフとか行けば売ってるっしょ。多分100円とか200円ぐらいで。強えな、スタイナさあ、どうやって降りるんだ。ん、なんかあった。
これで降りるのか。なるほど。メイジマッサー、時短の武器だ。14。ああ、でもまだ覚えきれてないのか。まあ、いっか。そんなにトンズラはいらんでしょう。さあ、どっちに行くべきなんだ、これは。まあ、左行っとくか。お、一気にダメージ上がった。ビービー、なんか戦闘の行動遅いな。もうちょい早くできるのかな。レベルアップ。なんか設定でウェイトウェイトでいい、ウェイトでいい。俺はメッセージ早め、バトルスピード、振動オン。あんま変わんねえよな、多分。おお。エリクサー。こんな早い段階で持っても絶対もったいない。もう緊急時に1個あると助かるか。時短。あぶねしたいな。オッケー。レベルアップ。はい。あ、なるほど。あ、そういうことだったか。川のリスト。川、おお、ちょっとアップ。ラバー。お、新しいプリン。ナインのプリン、ほんとプリンみたいな形してんだな。Thank you.
バードキラー覚えた。いかんか。攻撃力が下がっちゃうのが今は痛いな。今一発で倒せてるのが多分できなくなるってことだもんね。それがちょっときついな。めっちゃこのワイヤードケツゲットるわ。こっちが通り道だからこっちが多分違う方だよね。うん、やっぱり。ここはモーグリがいるだけか。チュートリアルか。Thank you.
OK。だね、多分。これが黒のワルツか。FFB で黒のワルツ3号っていうのがいたんで、それで黒のワルツっていうのを知ってたんですよね。対マンで勝てる相手なのか。違うのが出てきた。そっちと戦うんか。とにかく両方、それはきつくないか。もうすでにやばいぞ。まずは回復。いや、もうそろそろトランス溜まりそうだな。ワルツから行くか。回復してくるし。全然戦えるな、これなら。取れそう。お、トランス。てか今トランス来ちゃうか。盗むと回復したいタイミングだったかな。やばい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 。危ね。これ最後トランス中になんとかダメージを。
盗む前に倒しちゃった。万能薬だけしか取れなかった。多分あっちの方が持ってたんだろうな、きっと。エーテル、お、ミスリルだが。これでもうないでしょう。うん、オッケー。あとは倒すのみ。ワルツからも盗みたかったな。多分杖とかロッドとか多分持ってたんだろうな。色変わったってことはこれで半分ぐらいの。うわやばい、ブリザーラやばくない？あっぶね、うそマジかよ。しかもさっきのとこセーブしてないよね。セーブしてない気がする。あ、コンティニュー、よかった。よかった、コンティニュー機能があって。今度こそちゃんとワルツから盗むぞ。盗まんといかんけど回復もしないといけないしな。最初に回復しとこっか。この方がいいね。まずは万能薬でトランスかな。まだしないか。これでトランスしちゃうかな。ああ、しちゃった。シルクの服か。あ、間違えた。ハイポーションで回復するか。
も多分盗めないよね。多分2つ盗んでるから。うん、オッケー。やばい、もうそろそろ1時間になっちゃう。まだかしぶといな。これで多分終わるはず。にしてもまさかこんな早い段階で全滅するとは思わなかったな。あ、しまった。先に盗むやっとかんと、激しくなってからがやばいよ。ミシーフダガー欲しいもんな。あ、黄色になった段階でブリザラ使うだけの話か。あ、やっぱそうだそうだ。オッケー。さあ、あとは攻撃。今回は余裕だね。かわされたけど。さあ、とっとと倒そう。なぜ当たらん。2回連続は勘弁してくれ。もうあとは攻撃を加え続けるだけのはず。さっきみたいな色の変化でブリザラやられたら怖いから、一応ポーションしとこう。ケイヤとはもう攻撃するのみ。赤来たー。ブリザラ来るかな。津波。ブリザラよりやばいんかな。ああ、そうでもなかった。まだか。一応最後トラップあるといけないからポーズをしとこう。やばい、もう1時間経っちゃう。オッケー。
おお、そうなんだぞ。やっぱ切れちゃったか。はい、というわけで一旦ボス倒せたんで、ここまで。バイバイ。